えー、ちょっと、イスラエル、ハマスの構想の話。これね、戦争って言っていいかどうかって問題があって、戦争って国と国がやるもんですからね。ハマスって、あの、過激派のテロ組織なので、あの、そもそも戦争って言っていいかどうかね。うん、国家じゃないからね。はい。ですから、対テロ、対、対テロの、まあ、 あのかかつ活動っていうのはちょっと分かんないですけどね、えー、本格的な陸上戦闘をするとどうなるのかなっていうのをちょっとここでイメージできるかなと思ってこの記事を。 ピックアップしたんですけども、イスラエル軍がイスラム原理主義組織ハマスの壊滅のため、パレスチナ自治区ガザで地上作戦を行うとの見通しが強まっている。ハマスはガザに張り巡らされた地下トンネル網からゲリラ戦を仕掛けるとみられ、人口密集地の北部のガザ市などで接近戦が展開される可能性がある。イスラエルは2005年にガザから完全撤退し、2008年と14年に地上作戦を展開したが、今回は過去に例のない規模の作戦になる降参が大きい。 ワシントンポスト紙などは22日までにイスラエル軍の地上作戦とハマスの戦闘の展開を予測する記事を掲載した。それによると、ハマスは21年、全長、ここです。480キロ。 に及ぶ地下トンネルを建設したとしていた。イスラエルの監視を逃れ、物資や武器を密輸するために使われてきた。現在のトンネルはコンクリート壁で覆われ、発電機を備え、ロケット弾の保管庫や戦闘部隊の待、えー、機部屋もあるという、ハマスはイスラエル軍の空爆の影響を受けない、深部に 幹部の指令室を設けたとされる。トンネルは深いところで地下40メートルに達すると見られている。イスラエル軍の激しい空爆で現在地上は瓦礫が散乱する。ハマスはこれを逆手に取り、瓦礫の中に地雷や爆発物を仕掛けた上で、建物の高層階に狙撃手を配置し、イスラエルの進軍を妨げる戦略を描いているとの指摘がある。イスラエル兵はトンネルや建物に入り込み、戦闘員がつ推定200人とされる人質を捜索しながら戦わざるを得ない。 ハマスの待ち伏せ攻撃を警戒するる。必要があるハマスは軍事物資を民間施設にも隠しているとみられており市街地で戦闘が起きれば住民に被害が広がる恐れが強いです、ね。はい、というわけでこれね、あのー、真っ平らなところでわーってやったら数が多い方が優勢になりますよね。はい、ところが、ね、細い。 例えばね、ほら、鎌倉幕府が置かれたね、鎌倉というのは、あそこに行くには、もう、あの何た立ちきりのところね、要するに、山をく V 字に崩した、そこを通らないと入っていけないというね、そうすると、切り通しね、もう、あの崖をもう人工的にもうあの崩して、無理やり通り道を作ってるわけですね、切り通し、そこを数箇所あって、そこを通らないと鎌倉に行けないわけですよ。 はいえー、ということはそこに構えてれば1万人でドーンって来たって1人ずつしか通れないんだからプスプスプスってやれば全員殺せちゃうわけですよね、はい、ですからそういう細いところを通らないといけないっていう状況だと1000人5000人1万人いてもその、ね、数の優位を発揮できないんですよだから小さい兵力で戦おうとしたらそういう、ね、細いところに敵の軍をあの迷い込ませればいいわけです そうすると、プスプス行けばいいわけですからね。はい。ということはですね、この細い道を通らないとそこに行けないってことになったら、一人ずつしか通れないわけですよ。千人で攻めたって一人ずつしか通れないわけですから。お前先行けって。マジかよって話ですよ <laughs>。先行けって、俺が先かよって <laughs>。嫌ですよ、それは。ですよね。いやー、これねー、嫌でしょ、それ。 <laughs> いやーこれ本当にね攻める側は大軍をね動かしても有利に戦えないんですよそういう場所では誰かが硫黄島をねあのイメージしたっていうふうにおっしゃってますけどそうです細い迷路で戦えって言われたらあもうもう数の優位はあのはっ発揮できませんはい <laughs> まあそういうわけでね えーまあ、ちょっと今の記事を読んだだけでこのガザの新地上戦というのは相当やばい本当にやばい戦いになるって分かりますよね、えー、でこれねあのイ,スあのイスラエル軍というのは正規軍じゃないですか正規軍がゲリラと戦争するっていうのは結構大変で,でこれに苦しんだのがアメリカでしたよね 実際、ベトナム戦争アメリカ負けましたよアメリカって正規軍と戦う時は強いんですけども非正規軍と戦うといきなり総崩れになるんでだって向こう何でもありですからねえ誇りある国アメリカの軍がね、えーまあ、ルール守って戦おうとしたって向こうは守ってこないわけですから、えー、ですから結局アメリカは敗北したわけじゃないですか。はい なのであのこれまで戦争って言ったら国軍同士が普通でしたけれども、ね、相手がゲリラとかの場合は本当にこれはですね苦労するわけですね、はい、ですから F15 持ってますって言ったってもはやこの状況ではねこれまあ空爆するのに使ったみたいですけどもイスラエルって F15 持ってるじゃないですかもはや何の役にも立たないですよもうこのこから先は F15 持ってますとかほぼ意味ないですよね、はい <laughs> いやーこれだからもうどう,どうするんですかねだから落としどころがないかといって何もしないわけにもいかないでしょうねイスラエルとしてもこんなね1000人以上殺されてねあんなめちゃくちゃなことされて、えーえー、そのまま何もしないってわけにもいかないですしあ水入れちゃうって言ってもほら人質がいたりするわけよねだから全部破壊すりゃいいって話にもなんない一応人質いる以上は。 やっぱりね、奪還しなきゃいけないじゃないですか。だから、あの。多分、国際社会は。イスラエルに対して。ね。この節度を持ってね。国際法を守ってやれ。っていうふうに。言い始めてます。最初はね、無条件で。ね、あの。イスラエルを支持するみたいに。 G7 の中でも、ね、多くの国が言い、ま、日本は言わなかったですけどもあとアメリカなんかも,、ね、もう始まった途端に、ねえー、全面的に支援するとあのハマスを、ね、壊滅させるまで、ね、支援するみたいに言っちゃいましたけどもで、めちゃくちゃな空爆が始まってアメリカもちょっとビビり始めてますよね、えー、これまでのように、えー、もう完全支持なんて言える状況じゃないちゃんと国際法にのっとった軍事行動をしない限りアメリカは支援できないとねえ えー、そこを最初にバシン言っとけばあの空爆はなかったですよね、えー、<coughs> そうすると国際社会はやっぱイスラエルを救おうってことになったと思うんですよ今もう世界中なんか反アメリカみたいになってますよねアメリカにシンパシーを持ってた人たちもあの空爆を、ね、無条件で応援し,してるアメリカって何ってなっちゃいますよね 根絶やしにすするるまで支援するってバイデンさんのあの言葉どしょっぱつのあの言葉あれが事態を悪い方向に持ってきましたやっぱねアメリカって影響力ありますから、えー、それで今頃になってアメリカがね、えー、ちゃんとルール守ってやれとか言い始めてますけど遅えよって話ですよバイデンはい、ね、いつも一言多いんだよねだからアメリカも今窮地に立た,立たされちゃってますよね、まあ、私も以前から言ってますけど ももうこれも泥沼のぐちゃぐちゃになるの分かってるのでまああまりか関わらない方がいい日本としてはね関わりようもないですしね、えー、終わればね、えー、復興のための支援とか地雷除去とかいくらでもやりますけども今はもうこれどっちかの味方ってわけにもいかないですよもうだって、まあ、きっかけはハマースですから。 えー、鬼畜の鬼畜はハマースなんですけどもやってること両方とも今鬼畜に落ちちゃってますからねそうすると本来だと、えー、イスラエルをね力強く、えー、支援、えー、したはずの人たちもちょっと応援しづらいっすよねそうカオス本当にカオスよだってこれからさこれからね日本とかアメリカとかヨーロッパがしっかり連携して中国が暴発しないようにねえー、ABJD 包囲網をね えー、張っていってですよ自由で開かれたインド太平洋構想ねアメリカやっぱりね腐ってもタイ世界最大の経済大国軍事大国ですからね、えー、連携してやっていかなきゃいけないのになんか世界中が反米みたいな感じになっちゃうとそのね対中国の包囲網も作,り作れないですよだったアメリカ世界のね反世界反米になっちゃったら。 だからアメリカがね、あんまり世界中からね、罵られるような状況だって、北連とかアメリカの大使が喋り始めた途端、全員退席とかさ、なっちゃってますよね。いや、もうちょっと、今頃になってアメリカがジタバタし始めてますけども、ちょっと若いそうなもんですけどもね。やっぱね、このバイデンはね、一言二言多,言多いんだよ、全く。